どうも、高倉です。で、今回はエクソリックの紹介です。種族値だけ見ると、レッカ・マスカーニャですが、強力な技と特性で種族値以上の活躍を見せてくれます。強大な敵に立ち向かうその姿は、まさに仮面ラ。ヒーローですね。その活躍、ご覧ください。てな感じで、どうぞよろしく。では、坂本さん、いいな、色違いボーマンだ。うちの色違い、ベトベタと、砂隠れだからね。形が似てんだよな。形がよう。さあ、テラスタル出会い頭で。マリルリの HB だとどれだけ削れっかな ?HA かな出会い頭タイプ1、2倍の、80、160の、さらに命の弾が入るわけだから、結構な火力出るはずなんですわ。先制ダメージでこんな出るっていう感じのね。ね、お盆持ちってことは腹太鼓型か。腹太鼓打てなかったね。じゃあまあこっちの方がスピード勝ってるんで、ちょっと HP 減っちゃったし、吸血しとこか。サンキュー。ちょっと HP 減っちゃってるんで、これドラゴンに対して虫はどうだったっけな。吸血でちょっと、ごめんごめんごめん、ボーマンだごめん。ごめんごめん、まさかだわ。急所があったとはいえまさかだね。しかも吸血で回復した？あ、回復した後に命の弾だったからあれか。で、銅はヘドロだろうね。このまま吸血行ってみようか。どれぐらい削れんだ？あ、まあ、毒地面、あ、でも、あ、それなりに硬いね、でも。あ、そっか、俺、威嚇食らってたわ。あ、威嚇食らって、威嚇の急所ありであんな削れたの。マジで？そんなことある？うわ、そんなことあるんだね。怖ぁ。これ威嚇なかったら普通に削れてた説あるよね。あ、そうか、急所だったからランク関係ないんだ。怖いなー、怖っ。何あいつ、で、マリルリで、とりあえずアクアジェットで風船を割っときたいよねっていう話。今俺風船ついてるから地面タイプ食らんないんだよね。ってことは、相手のヌオーは、あれな、天然だろ。じゃあゴールドラッシュ、連打でいくわ。俺は積んだんじゃないかな。冷や水。え？自信自短だ。あとあるとしたら冷や水だけど、攻撃下げられてもっていう感じだし、多分天然だと思うんだよな。じゃあもうゴールドラッシュで。エクスレックおかしいね。火力バカだね。坂本さん、対戦ありがとうございました。エクスレック。今回は、努力士 AS252 のアマリーエイジで、持ち物が、命の玉か、気合のたすきも、ありそうで、ないような、多分ないような感じです。
特製色メガネは半減を等倍に、4分の1を半減に変える特性となっています。技に関しては、出会い頭は確定として、他は、吸血、トンボ返り、飛びかかる、挑発、不意打ち、地獄好きがおすすめです。まあ、技確定の出会い頭は、出た最初のターンにしか使用ができないものの、優先度2と、迅速に並ぶ優先度の高さです。が、虫半減タイプが、炎、格闘、毒、飛行、ゴースト、鋼、フェアリーと、7種類でトップで置く。火力を出すにはパーティー構成を考えたりなど、難しい技でした。しかし、色眼鏡、テラスタルの効果で半減を無視しつつ、さらに火力を上げることができています。個人的には、自分より速いポケモンには不意打ち、遅いポケモンには吸血、トンボ返りの技構成が好きですね。フェアリー半減がなければ、壁張りオーロンゲに仕事させずに倒す可能性もあるんですけど、うまくできてますよね。ご視聴いただきありがとうございました。